ッカーはウルノです。コーナー近くに原田がいます。ショートコーナーできました。中西です。山本がクロスを入れる。残っていましたチョソン人から石井俊哉、ロアッソ熊本加入後初ゴールを決めました。石井俊哉2対0になりました。よく反応しましたね石井選手が、石井が決めました。今のプレーです。山本からよく折り返して、チョソン人がよく残っていました、うん、そしてそれに反応したのが石井です。よく反応できました、予測の部分も含めて素晴らしいですね。ロアッソ熊本移籍後初ゴールを決めました石井俊哉のゴールで2対0になりました。